まあ、いや、はい、よろしくお願いします。宮田ってね、はい、これから流行りますからね。いいね、いいでしょ、いい、ね、またっていうのを。じゃあ俺今日早速帰ってくれ。宮田よ、あれがよ、つってから。いいっすね。はい、流行語大賞取れるかな。宮田、宮田っていうわけ。ということで、始めます。このコーナーでーす。あ、間違えた。違う音流しちゃった。もう今日ボロボロですね。久しぶりだな。相変わらずだね。失礼いたしました。はい、はい、エイサー豆知識のコーナー。はい、はい、今日のテーマはなんでほらなんじゃらほい。 なんじゃらほい。はい、はい、ですね、今日のテーマはですね、エイサーの分類について。はい、はい、あの引き続き先週のね、うん、先週1、はい、2がやったの で、はい、今週はその後半ですね。後半ですね。はい、はい、紹介したいと思います。ーい、はい、ですね、まずあのエイサーと聞いて、まあ、最初にイメージするのは、うん、まあ、太鼓を打ち鳴らして、うん、まあ、勇壮に踊る、はい、なるほど、まあ、青年たちっていうのが、まあ、多いと思うんですけれども、はい、まあ、一言でエイサーといっても実は、まあ、いくつかの種類に分類することができるんですよ、うん、はい、まあ、今週はその、分類についていろいろお話ししたいと思います、うん、はい、まず最初はですね、まず最初は、はい、男性主体の締め太鼓エイサー。男性主体の締め太鼓エイサー、はい、あの県内多くの地域や、まあ、青年会では、うん、今大太鼓と締め太鼓を中心とした、はい、まあ、太鼓エイサーが踊られているんですけれども、うんうん、中でも沖縄本島中部地域が最も盛んに踊られています、はい、なるほど、はい、で沖縄市の青年会はこの分類に入っていて、うん、はい、まあ、太鼓の後ろにね、うん、はい、あの男女の手踊りが続くことが隊列でね、はいはいはい、ということが多いんです。そうですね、で、まあ、あの男性だけの団体もあるんですけれども、うん、まあ、例で言うと沖縄市で言えば、まあ、山里青年会。え、山里青年会は男性だけの、男性だけ、はい、男性だけの構成でやってます、で、まあ、あと有名なね、あの、うん、もう一つ有名なところは嘉手納町のセンバルエイサー。センバルエイサー、はい、あそこも男性だけの構成でやってますね。はい、じゃあ次いいですか。はい、次はですね、男性主体のパーランクエイサー。男性主体のパーランクエイサー、はい、まずあのパーランクっていうのは、はい、まあ、片面だけに皮が、うん、まあ、貼られたね、うんうん、まあ、ちょっとちっちゃい、まあ、平らな太鼓のことなんですけれども、はい、うん、パーランクエイサーは、まあ、沖縄本島中部のですね、うん、あの与那城半島周辺、まあ、勝連半島とよく言うんですけど与那城とかね、はいはい、あの辺ですね、うん、まあ、そこでまあ盛んに踊られています。うーん、で、まあ、その中のうるま市へしきや青年会は、はい、まあ、古い歴史があって、うんうん、まあ、隊列の美しさとゆったりとした素朴なエイサーがまあ特徴であって、まあ、衣装も黒と白を基調とした、見たことないな、はい、素朴な衣装ですね。うーん、見たことない？ない。本当に？へしきや？へしきや青年会、全島ではもう毎年出てくる青年会だよ。ない？白と黒の？まあ、白と黒というより、まあそうだね、白のこの、うんうん、なんていうのかな、襦袢に、はい、まあ、ちょっと黒のこうあれ羽織ってハッピーみたいな、そう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 、見たかな、まあ、着物的なもんかな、あれは。うーん、ハッピーではないかな、うん、で、マヨカツ半島周辺のパーランクエイサーは戦後他の地域にも影響を与えて、うん、現在ではヨカツ半島以外の地域でもパーランクエイサーを踊る地域が出てきました。へー、例えば、はい、まあ、宜野湾市で、近くで言うと、まあ、宜野湾市ね。へー、宜野湾市ではガネコっていう、はいはい、地域のまあ、エイサーは、うん、ヘシキアにちょっと近いような衣装を着てやってますね。なるほど、はい、結構いろんなところで、うん、パーランクといえば、うんうん、沖縄市内の小中学、はいはいはい、小学生か、はい、小学生がね、5、6年生が合同演舞という感じで、そう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 、毎年エイサーをね、うん、運動会とか、まあ、小学校はね、やっぱりね、なかなかね、締め太鼓を持つ、まあ、体力が、うん、でも大太鼓はいるんだよね。大太鼓はいるんです。なんか知らないけど、そこ
ちょっと、ね、そこはすごいんだよ ね女の子がねおしめ太鼓持ってたりはできないかもしれないし ね、 なるほどね、個人差が出てくるのでね、まあ、パワーランクでいいのかなと。うん、はい、それでもまあ地域の餌を踊るっていうのはいいことかなと。いいですよね、はい、私も踊りましたので。おごえくのごえくのだと、あ、違うな、違う、カマラ、違う違うあれで踊ったのよ、ミルクムダリ、まあまあまあね、あの創作エイサーもダメとは言ってないですか。多分この中学校に上がって、うん、締め太鼓とかが入ったら、うん、多分青年会の各種、そう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 、ね、中学校は青年会の方々に教わってる感じがしますね、うんうんうん、まあ、地域の SR も取り入れつつ、うん、まあ、創作もあるんだよということを、はい、子どものうちから、まあね、分かるということもいいことかなと思いますね。体をね使って覚えていただいてという感じです、うん、はい、じゃあ次、はい、続いてその、はい、さっき今言った、うん、ミルクムナリ創作 SR についてです、はいはい、1980年代頃に、はい、まあ、誕生した新しい SR の形態なんですけど、うん、ね、まあ、地域の青年会とは違っていて、うん、まあ、曲ね、伴奏曲には、まあ、はい、沖縄ポップス、うんうん、そうね、まあ、使用したり、うん、まあ、踊りも独創的で ね、もうエンターテインメントあふれる、はい、パフォーマンスが特徴です。そうそうそう、はい、もう派手だよね、本当にね、派手だし、踊りがちょっとメインなところもあって、まあ、ね、振り付けで、はい、そうそう、でさ、はい、いつ叩くのっていう間があったりして早く叩いてって思う、間があるんですよ。わかるよ、わかりますこれ、はいはい、私が言いたいこと、やっぱりちゃんと振り付けする人が考えてやるからね、なんか鳴らしそうで鳴らさない感じが面白くて私は好きですね。なるほど、あの間があの間が好きだね、戦うのかいみたいなあと不知会とかなるほど、まあね、これもね、楽しみ方が、はい、そうそう、だからこれも独創的なんですよ。そうそう、そうですね、ユーモア溢れるってね、別にディスっているわけじゃないですよ、はいはい、ディスらんでくださいよ吐く叩けって言ってるわけじゃなくてそう、この前特にひどいところがあって、ひどいって言ったらダメだな、すごいところがあって、ああ、なるほど、そうなんだ、叩かないんですよじゃあどうするの、フッチ叩いてた。あー、なるほどね、多分この結婚式場かなんかの式場に多分音の制限があったのかわからないんですけど、あーはー、なるほどね、それを考慮してか、はいはいはい、はい、叩かんのかいっていうのが結構まあそういうね、現場の事情に合わせてそう、大人の事情かなできるっていう、まあ、うん、そうさ、まあ、臨機応変に対応できるっていうのもまあすごいところですよね。ですよね、はい、なかなかできない。青年会で言えば、まあ、太鼓を置いて手踊りにするっていうイメージだと思いますよ、うんうん、あ、なるほどね、はい、どうしてもそう、どうしても音がうるさいとかってなったらね、手踊りね、手で叩くとかね、高くね、そういうこともできるということです。はい、じゃあ実は、うん、この、まあ、創作エイサーの、まあ、団体なんですけど、はい、まあ、一番代表的な団体として、うん、まあ、ミミリもご存知の沖縄市合わせで誕生した、ね、琉球国祭り太鼓、琉球国祭り太鼓さん、はい、まあ、県外海外と多くの支部も持っていて、はい、まあ、エイサーをですね、うん、まあ、全国的で世界的にまあ広めることに大きく貢献した団体とも言えますね。うん、はい、すごいんですよ。だから支部がね、うん、ハワイ、ブラジルとか南米とか ね、うん、ね、すごいですね、ね、アメリカにもありますし、2世3世の方々がね、そう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 ね、頑張って本当に日系の人たちがたくさんね、うんうん、って全島の時に集まったり ね、世界の牛の大会も全島エイサー祭りな、最大何人でやったんですか、琉球国祭り太鼓さん。何人ぐらいですか、ね、毎年も200名以上はいるの で、ね、であれはね、全国支部、もう全国から支部のメンバーが集まってきてますから、そうそうそう、全島エイサー祭りのために、そう、すごい、すごいよね、はぁ、ね、やりますね、はい、今年も必見です ね、そうだね、うん、今年の全島エイサー祭りはどの団体が出るか楽しみですね。楽しみですね。まだ決まってない。まだ決まってないですよ。はい、まだ5月なんで。決まり次第、はい、お知らせしたいなと思います。はい、よい、じゃあ豆知識は以上です。はい、以上です、ということでメッセージ&インフォメーションのコーナーでーす。どうぞ、はい。じゃあまずメッセージ来てるみたいなんですけど。来てます。はい、ですね。マサさんから、はい、日曜日に高速を1時間ほどすっ飛ばして、うん、埼玉市の大宮ステラタウンにエイサーウェカターの前島さんの在籍されているTダタイの素晴らしい演舞を見てきましたということです。マサさんありがとうございますありがとうございます。すごいですね高速ビューッと1時間
すげえ。マサさんは横浜だっけ？横浜から埼玉市までね。まあ車で2時間ぐらい？いや1時間って高速で1時間だから多分下道で言ったら2時間かかるかもしれないですね。またへしき屋さん、はい、大ファンですというマサさんからのね。なるほど。また琉球国産のミルクムナリでエイサーに取り憑かれました。おお、なるほどね。え、はいはいはい。あれでも曲聴いたらちむどんどんしますよね。そうだね。なんだろうね、あの始まり方で。たまに鼻歌とかやりません？わかる？なる。わかる？わかるわかる。それだけね、ミルクムナリはね、耳にね、耳に残るような曲なんですよ。まあ、エイサーとかそういうの関係なくね。ね。うん。いい曲ですよ、あれは。は、は、はってね。本当に、耳に残るんですよね。これ、あれは残るよ。鼻歌歌ってしまう、俺。本当ですか？うん。あれ、でも私歌えないですよ。そうなの？うん。ちゃんとあのカラオケで見たら歌えるよ。本当ですか？うん、ちゃんと歌詞を見てるのかな。一回カラオケで歌ってみてください。わかりました、はい、ちゃんと歌詞出るから。わかりますかね。わかるわかる。でもうちの口じゃないですか。そうだね、ちょっと難しいかな。あー、そっか。でも大丈夫よ。わかりました。はい、それではメッセージありがとうございます。メッセージありがとうございます。はい、じゃあインフォメーションですね。はい、はい、エイサーの町沖縄市が、うん、宣言されて、まあ、10周年になりましたので、はい、そこでですね、10周年記念ボールペンっていうのができました、うん、はい、でエイサー屋の方ではエイサーグッズを購入した方に、うん、プレゼントしております。で数に限りがありますので、うん、なくなり次第終了とさせていただきます、ね、お早めに来てください。お早めに来てください。よろしくお願いします。お願いします、はい、そしてエイサーキャラクターの出演情報なんですけれども、うん、はい、はい、ですね、今週はありません。え、ありますよ。あ、今週はないんですよ。ヤンバルは、ヤンバルはですね、これはエイサー関連イベント情報です。あ、なるほど、はい、第28回奥ヤンバル鯉のぼり祭り、うん、これね、エイサーイベントね、エイサー関連ね、うんうん、エイサー出演ということね、はい、エイボーサーちゃんには会えないよ。5月4日木曜日ですね。はい、あさってかな、うん、はい、会場が国頭村、はい、奥ヤンバルの里っていうところで、沖縄市の村田青年会が出演いたします。はい、で演舞の、時間帯が、まあ、12時を予定しているそうなので、ぜひね、その時間帯にヤンバルの奥の方にいる方は見に行っていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、はい、以上インフォメーションのコーナーでした、はい、エンディングです。はい、ワントゥーエイサー、この時間はエイサー情報交流室、エイサー屋の提供でお送りしました。お相手は FM 小座ミミリと、はい、エイサー屋の島袋でした。それではまた来週この時間にお会いしましょう。はい、せーの、エイエイボー。